演舞開演。どうも、本日は揚げるピタヤスムージーというのを飲みたいと思います。どうやらドラゴンフルーツを粉末にしたスムージーのようですね。なんだか栄養成分の表記がすごいんですけど、ここまでびっちりと書かないですよ。この商品では早速飲んでみたいと思います。粉末入りました。お水を入れます。入りました。混ぜます。では飲んでみます。ドラゴンフルーツってこんなお味なんですね。ドラゴンフルーツの味がわからないので、これがドラゴンフルーツの味だというわけにはいきます、断定はできませんが、さっぱりした風味でとてもスッキリできて飲みやすいです。酸味などもなく、ちょっと甘めですね。他にもこの会社ではこのようにいろんなドラゴンフルーツの商品を作っているそうです。皆さんもぜひ飲んでみたいはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。